はい、皆さんどうもこんにちは、アメリカトラックドライバーテズです。今日はね、久しぶりのラーメンを食べにオレンジカウンティのタオさんに来ましたね。味噌ラーメンで、ホワイトとレッドだって、レッドの方にしましたね。濃厚レッドのピリ辛ラーメンですね。味噌ピリ辛味噌ラーメンで、麺がですね、太麺のコシのある太麺ですね。で、私太麺が好きなので、中華、中太か太麺が好きですね。細麺じゃないのがね。で、コシがあってですね、東京の二郎ラーメンに近いような、太いうどんに近いような太い麺ですね。コシのある、これをいただきましたね。久しぶりに、いや楽しみでしたのでね、ラーメンがね、いやいただきます。つるっとね、で熱々湯気が残ってですね、お昼過ぎでしたね、これね。で、この私が入る前にすごい混んでたんですけど、その後はちょっとガランとなりましたね。タイムがちょうど大丈夫でしたね。このラーメンはね、病みつきになる味ですね。で、これはですね、レッド味噌という味噌ラーメンなんですね。で、ニラも入って、白髪ネギが入って、そしてシナチクメンマですね。で、あとはチャーシューにもやしですね。もう まさにうどん麺ですね。太くてね、噛み応え、喉越しがいい麺ですね。これがシナチクですね。麺はシナチクですね。で、この麺もね、染みてるんですね、味がね。これね、うまいですよ。それではご視聴ありがとうございます。で、これがね、メニューです。そして最後に麺の太さが出て完了です。それでは失礼します。